ばんは。2月2日金曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら。長谷博七次緊急出演、能登半島地震1ヶ月、そして小泉悠さんとホワイトハッカー、公開情報を読み解く極意です。それでは今夜のゲストをご紹介します。リモートでのご出演です。石川県の長谷博七次です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本においてホワイトハッカーの第一人者で、日本ハッカー協会代表理事でデジタル庁セキュリティ戦略官の杉浦隆之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、します。ではまずは石川県の長谷博七次に被災地の現状について伺います、はい、長谷さん、能登半島地震の発生から1ヶ月経過したわけなんですが、被災地の現状についてはどのように受け止めていらっしゃいますか。はい、ちょっとあの2つのこの流れを申し上げるとですね、はい、こっちの流れはですね、インフラ4点セットを早く具体的な数値を示して復旧復興をするというのがあります、はい、道路、上下水道、電気、まあ、電力ですね、はい、そして情報通信ですね。ははは、このインフラ4点セットを応急復旧して、まあ、本格的な復興するというのが一つです、はい、でもう一つはですね、人に着目しています、はい、今1月1日の段階で、住民基本台帳に市町でですね、情報があった、その人たちが今誰がどこで何をしているかという情報の共有と、そして必要な相談支援です。このインフラという部分と人に対する支援というのを両方同時に進めていかなければいけないと、こういうふうに思ってます。特にそのインフラ4点セットからじゃあ伺っていく、いきたいんですけれども、はい、あのごめんなさい、これはもう私個人の個人的な感想でもあるんですけれども、やはりその上下水道を整えるにしても電気をやるにしても、まあ、情報通信はまあ別の、その、あの、それでもやっぱりとりあえず道路がなお、あの、開通しないと、復旧しないと、建築資材も復旧資材もその上下水道を工事する人たちも中に入るのはまず道路が先じゃないかというふうに話を聞いていて、これまで思っているんですけど、やっぱり4つは同時並行ですか。まずあの道路のことについて申し上げると、はい、国道もあります、うん、県道もあります、うん、市道もあります、うん、町道もあります、うん、それから農道もあります、うん、林道もあります、はい、そのすべてについてですね、うん、前回申し上げたようにズタズタになっていますから、はい、被災箇所の確認と、うん、そして応急復旧を進めなければいけない、うん、そして調査も含めてですね、はい、まあ、設計もして直していく事業者の皆さんにお願いする、うん、今国に権限代行をお願いしている部分もあります、うん、能登半島の外浦の国道249号とか、はい、基幹道路である能登里山街道、うん、でこういったですね、うん、国にやってお願いしますという大規模なところもあれば、うん、そこから先に支援を届けるですね、うん、市道、町道、林道、農道などですね、うん、ここもズタズタになっているのを確認をして、一つ一つ支援を、まあ、工事をしているという段階です。その道路の復旧工事に関しては、その今長谷さんのその把握している状況でいうと、何て言ったらいいんですか、遅々として進んでいないのか、それともそのさまざまな自治体や国からの支援によって一定程度の目処が、例えば輪島への道路とか珠洲への道路っていうのはかなり復旧の、かなり広い意味での復旧の見通しは立ってきているのか、状況はどうなんですか。はい、申し上げます、はい、まず六市町の役場に通ずる道路は早い段階で通りました、うん、はい、したがって必要な物資の支援もできてき、うん、ています、はい、本当に感謝していますし、はい、またそうではない孤立集落が随分と何百箇所もありました、うん、はい、ここに当初3400人いらっしゃいました、はい、この方々に対して必要な物資、情報等、うん、それから電気、
上下水道、はい、届けなければいけないという基盤を考えたらですね、うん、残念ながらやっぱり網の目のように張り巡らされた市道、町道、農道、林道、うん、こういったところが十分に回復するに至っていません、うんうん、このことで、うん、物事は遅れてはいけませんので、うん、だから自衛隊の皆さんが40キロの物資を担いで、うん、毎日あの拠点となるところにですね、はい、水や食料や必要物資を今運んでいただいているという状況でもあります、うん、道路を復旧するためのその一番いい手法というかチームなんかあの国交省から特別なそのチームが派遣されていてすごい速いスピードで道路の復旧を行われているという話も聞きました。ただそれが一体何チーム入っていてどのように動いているかというところまでは僕らは聞いていないんですよ。その実際の実動部隊、はい、道路復旧に向けた実動部隊はどういう状況にあるんですか。はい、十分に、はい、これは道路に関しましてはですね、うん、国交省が全国の業界団体にも声をかけて入っていただいておりますがですね、うんうん、さっき申し上げたように能登里山街道とか、うん、市町の役場に向かう基幹道路ですね、これはつながっています早い段階で。しかし住民や避難所はですね、うん、さらに網の目のように張り巡らされた中山間地域のあちこちにございますので、そこにつなぐ道路をですね、県や市町の業者の皆さんが毎日泥だらけになって、いわゆる道路の警戒という言い方しますけれども、そこを開くために作業をしていただいています。そして道路にはですね、道路の下には上水道も入っていれば、はいはい、下水道も入っていれば、当然側道にはですね、電柱も立っています。でこの場合電気と道路と上下水道が一体であるというこのことがですね、やはり作業を遅らせている一つの要因でもあるということです。はい、長谷さん、その道路の状況まだ厳しいという現状の中で、富山県の方からこういった情報、メールが届いています。長谷さん、船は危ないですか、港は使えませんか、道路が使えないというなら県を越えてぜひ富山県を頼ってくださいと、こういった声も届いているんですが、船という手段というのはどのように考えていらっしゃいますか。はい、当然ございますが、まず石川県の方はですね、69ある、まあ、漁港港のうちですね、58がいわゆる海底が隆起してですね、はい、使うことができません。同時に富山県の方からも応援に入っていただいておりますし、あの新田八郎富山県知事にもですね、昨日もお会いしましたが、大変あのご支援もいただいておりますし、そういった協力はもちろんできております。ただ能登に入ってから住民のところに向かうやはり小さな道、市道とか町道、これはやっぱり崖崩れ、崩落などで大変なダメージを受けているということが、まあ、皆さんから見てですね、遅いのではないかというふうなご指摘になっているのかなと思っています。ありがとうございます。そして知事、先ほどあのインフラ4点セットというお話あった中の2つ目、上下水道についてなんですけれども、はい、石川県ではおよそ4万890戸でまだ断水が続いているということですよね。復旧作業が進まない一番の要因、先ほど道路とこう一緒になっているという話もありましたけれども、一番の要因はどこにありますか。はい、まずあの石川県が手取川ダムから七尾まで、はい、水を懸垂として送ってございます。はいはい、その手前の中野戸町から七尾に至るところの懸垂の配管がズタズタになっていました。はいはい、これはちょっと遅れました。はい、しかし先日1月の30日ほどにはつながりましてですね、つながっただけではいけないので、水を通して漏水箇所を今修復をしています。はい、そしてあの七尾から奥能登の水の門環境というのはですね、浄水場があってですね、で送水管、排水管で各ご家庭に流しています。はい、あるいは、まあ、中山間地域では、井戸の水を使っているところもございます。でこの管理はですね、市や町、また民間のですね、民間というか地域で管理をしているものもございますので、こうしたあの水、上下水道、特に下水道も含めてですね、これが一体的に情報が共有されているわけではありませんでした。しかしそれは今後復旧に向けて情報を共有して一体的でやりましょうよと。
例えば水環境について言えばですね、農業集落排水もあります、漁村にも集落排水があります、簡易水道もあります、またあの環境省の合併浄化槽等もあります。こういったことの情報を共有して、水は飲む水も必要ならば洗濯とかお手洗いとかの出す方も必要なので、これ一体的でやりましょうと。それは当然道路の下に配管されています。それが随分とやっぱり過疎地域で老朽化していたということもありますので、こうやって穴を掘って一つ一つ点検をしてやっていると。でこの小池百合子さんからもご連絡いただきましたが、東京都をはじめ全国の水道局関係に入っていただいて、もう徹底してこうした一つ一つ水が漏れたところを確認して修復していただくという作業を進めているということです。長谷さん、そんな話聞いてるとなんかこう気の遠くなるような話なんですけれども、それは要するに水源のところからかいわゆる川下というか本当のその使うところ、住宅のところに至るまでどこで漏水してるかわからないんで、手探りで探していくという話に聞こえます。そういう理解でよろしいですか？あの手探りではなくてですね、はい、きちんとスコープなどを通してですね、はいはいはい、水を通した上で漏れてるところを確認して、そこを一つ一つ道路の下穴を掘ってですね、はい、で上水道と下水道排水はですね、はい、やっぱり2つありますから、どっちがどこで損傷しているか確認をしてそこをですね直す、その上で上水道の場合には水質検査をしてからお使いいただけるようにすると。なるほど。この膨大な作業をですね、あのやっていただいているということであります。長谷さん、今度避難されている人々の人数の話ちょっと伺います。我々伺っている限りにおいては避難者総数14,420人、二次避難者数、つまり、まあ、地域の避難所ではなくてより安全な、まあ、インフラが等々が整っている、例えば金沢市とか、まあ、金沢よりも遠いところの ところにある二次避難所まで移動された、避難された方が5178人と、この状況でありますけれども、二次避難者、前回ご出演いただいた時にも二次避難者になかなかこうお願いしても動く人が少ないんだというあのお話がありました。その後状況はどうなってますか？はい、まあ、様々な事情がありますので、はい、しかしまず二次避難者の方にはですね、当分今のお住まいのところにいても、道路やましては上下水道、はい、水が行かなければお手洗いもお風呂にも入れないし、洗濯もできないということで納得していただいて移っていただいています。で、はい、この1万4000というですね、避難所の人数ですが、これ減ってきているのはありがたいんですが、実はですね、車中泊をしている方、自宅の納屋にいる方、ビニールハウスにいらっしゃる方、こういった方々もいわゆる自主避難者、自宅待機者として相当数いらっしゃると、はい、でやっぱりでも必要な食事をするときには避難所に来て食事を、まあ、いただいているという方もおられましてですね、我々、行政という立場からすれば、特に市町の首長の皆さんは自宅避難者、車中泊をしている人、こういった方々の数も把握して必要な支援物資を調達をして届けなければいけない、また市町の皆さんからすれば、発災したのが1月1日でしたよね、はいはい、実はその頃奥能登市町では実は通常の4割増しの人口がいました。あ、帰省客です、はいはいはい、帰省客とともにですね、お父さんお母さん家族命を守るために今とりあえずうちに来てと言って、金沢とか東京とか名古屋とか、に親戚のお宅に行ってらっしゃる方もおられます、しかしもうこれで1ヶ月も経ちました、今後の生活どうするんだろうということになった時に、誰が今どこにいてどういう支援を必要としているかというニーズを把握して、その把握したニーズに選択肢を示しをして提供していく、提供していく最たるものが仮設住宅だというふうに認識しています。仮設住宅、昨日一昨日18戸、まあ、とりあえずまだこれからですよね、わしも4000人希望しているところにまだ18戸というお話をこの間伺ったばかりです。これは長谷さんは希望している方には全員に届けるという前提で行くとした場合に、仮設住宅必要な量が全部整うのはいつ頃かという時期的な目処はもう持ってるんですか？はい、まず原則申し上げるとですね、はい、
まあ、申し込み、市町にいただいている仮設住宅に入りたいという申し込みは7000戸ほどあると聞いています。なるほど。ベストはその7000戸をお住まいの市町の中でご用意してあげることが必要だと原則を持っています、だけども適切な場所が用意できるのか、つまり崖地とか海の際とか川のそばとか、いわゆるハザードマップで赤のところは無理ですよね、まとまった土地を用意できるのかということで、市町の担当者と県の担当者が準備しています。その上で物理的にもし無理ならば、能登に近い市町の中でですね、被災地に近い中能登町やボーダー清水町や河北市とか、この能登の被災地に近い市町で仮設住宅はどうでしょうかと申し上げています。また実は金沢以南の皆さんからも、みなし仮設住宅として、また公営住宅としてですね、提供いただいている数もあります。さらに言えば全国からですね、これ8000戸ほどあったと思いますけれども、うちの県の公営住宅や市町もお使いくださいという提供もいただいております。ただしニーズ調査をしましたら、他の都道府県に行くのはちょっと勘弁してほしいという方がほとんどでした。なのでお住まいの能登の6市町の中、その隣接した市町、さらには県内の金沢の以南の市町等でですね、そこで仮設住宅かみなし仮設住宅であるアパート、賃貸あるいは物件か、あるいは公営住宅、というふうに選択肢を今お示しをして、ニーズをお聞きをして、マッチングをしているという段階です。なるほど。はずさんね、そうしたその、まあ、その石川県がその震災とこうガチでという言い方も失礼ですけど、向き合っている中、ちょっと僕らがこれは石川の皆さん、長谷さんはこれどういうふうにお感じになっているのかというのを伺いたいのがこれなんですよ。北陸応援割、政府は3月からこの北陸応援割というのを動かすというふうに言っています。石川、富山、福井、新潟の4県に対して旅行代金上限2万円まで 50% 引きだということで、まあ、北陸新幹線の敦賀までの、まあ、開通延伸をに合わせてのことだとは言うんですけれども、ただしこれは政府に聞くと3月から始めるかどうかは最終的には知事の判断だと。で、例えば長谷さんがこの北陸応援割は我々は8月からにしようということであれば8月も構わないというのは趣旨の話、この間道子さん、前の氷見市長ですよ、今の国交副大臣がこういうふうにおっしゃってたんですが、長谷さんいかがですか、この北陸応援割、今の石川の皆さんにとってはありですかなしですか。はい、これはですね、時期を見て最終判断をいたしますが、私はこうした旅行割も使ってですね、石川県の経済を回してほしいと思っています。つまり金沢以南、今度新しく駅のできる小松駅、加賀温泉駅、温泉街も通常の営業は可能なんです。なるほど。こういったところにむしろ来ていただいて、消費もしていただいて、お金も落としていただいて、それが能登の皆さんを助けることにもつながります。このことは隣県である富山や福井や、また新潟や長野の皆さんにとってもですね、こうした北陸応援割ということで経済が潤うことは、人が循環し、お金も循環し、そして税収も上がる、そのことが能登を助けることにもつながりますというのが一つの考え方としてありますし、また県民の皆さんにもですね、例えば食事のね、食事の県民割とかあったじゃないですか。ありました、ありました。そういった経済を動かすことについてはご協力くださいということもお願いしております。具体的にじゃあ石川県としては金沢以南でのこの北陸応援割を適用かつ受け入れるというような発表はまだこれからですか。はい、準備はしておりますが、やはりそれにはそのタイミングというものがありますよね。ということで、わかりました。で、最後すみません、メールがあるんですけど、その前にね、長谷さん、これ一応 BS で全国に波を落としてるんですけれども、日本全国の皆さんに対して今おっしゃりたいことあれば一言どうぞ。はい、本当にまずお礼申し上げたいと思っています。たくさんのご支援、お見舞い、また義援金を賜りました。また全国の自衛隊、消防、警察をはじめ、危険な任務に挑んでいただいております。また全国の自治体の職員にも応援をいただいております。
専門ボランティアの方にも来ていただいております。で、まあ、来れない方もおられますが、その熱い思い、なんとか石川県、なんとか能登の皆さんに頑張ってほしい、その思いは本当にひしひしと伝わっておりますので、改めて御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。すみません、もう一点はですね、はい、やっぱり犠牲となられた方、今240名ほどになりましたが、この方々の無念な最後だったと思いますが、この方々にも家族やお友達や親戚おられます。この方々の思い出がですね、ずっと生き続けていくように、この思いを石川県の将来に、この方々のことを忘れてはいけないと、そのためにも我々は今頑張らなければいけないと、そういった思いも全国の皆さんに分かっていただきたいと思ってます。はい、はい、すみません、1枚だけメール、はい、はい、私の声が届いています。こんな声です。大阪府の方から、長谷知事にお尋ねします。大阪万博の影響がありますか、という、いかがでしょうか。はい、あの大阪万博ぜひやっていただきたいと思っています。それも身の丈に合った形でやっていただきたいと思いますし、これはあの万博というのは世界に我が国のやっぱり技術力をオープンにする大事な場でもありますし、今後の我が国の経済成長にも必要です。したがって身の丈に合った形でやる中で、その時に石川県や能登のことも発表できる場をぜひ提供していただきたいと思います。はい、長谷知事のご出演、本日ここまでとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。